22-23シーズン、三笘薫の通信簿と題して今期のデータと当チャンネルの寸評を紹介します。データはプレミアリーグ屈指の左ウィンガー、グリーリッシュ、マルティネッリ、ルイス・ディアスと比較していきます。かなり主観を込めた意見ですので、違う意見がある方はコメント欄で教えてください。コメントの際にはコミュニティガイドラインの遵守、選手へのリスペクトも忘れなきようお願いします。チャンネル登録、高評価をお願いします。三笘薫、視線上は左ウィング、1997年生まれの26歳、文句なしの大活躍で総合評価は S とします。7ゴールもアシスト、ウインガーとしては十分9大点な数字を残したと思います。シュート本数はまだまだ増やす余地はあると思います。コースがあっても横パスを出している場面は今季多々見られました。攻撃をしっかりデザインされているチームなだけあって、パスの成功率は安定しています。シュート機会の創出はトップクラスで、グリーリッシュにもマルティネッリにも見劣りしていません。タックル数を見ると守備の献身性が分かり、その分布もバランスが良いです。取られた後の即時奪還、自陣へのプレスバックができていることの証明です。他のウィンガーよりもミッドサード、ディフェンシブサードのタッチが多く、より組み立てに参加していることも分かります。そしてデータから見る三笘の最大の武器はペナルティエリアへの侵入です。このデータはプレミアリーグ全体で見てもサラーに次ぐ2という素晴らしい記録を残しています。ドリブルで相手に脅威を与えるという意味では、左ウィングではダントツのプレイヤーと言っても良いでしょう。最後に寸評を紹介します。本当に素晴らしい活躍だった。プレミアリーグ初年度にしてこの活躍、チーム戦術が素晴らしいことが彼の活躍を加速させているのは間違いないが、それを抜きにしてもウィングとして必要なことは全てできると言っても過言ではない。一部ファンからピニャンとの相性が頻繁に論点として上がっている。攻撃的な相性は確かに良いとは言えないかもしれないが、プレミアリーグの屈強なウィンガーを1対1である程度対応できることは彼自身もかなり助かっているはずだ。来季に期待することを挙げるとすれば、シュートの積極性、これに尽きるだろう。DA 内でのタッチが多いことも影響しているかもしれないが、シュートの平均距離が他ウィンガーよりも2メートルほど近い。足の振り抜き方を見ても、カーブ気味のコントロールショットはできるはずなので、積極的にゴールを狙う姿を見たい。来季も大きな怪我なく、我々ファンをワクワクさせてくれるプレーに期待しよう。以上、三笘薫の通信簿を紹介しました。いろいろな意見があって良いと思いますので、ぜひ皆さんの評価をコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。